どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回はアベンチュリンを使って初めての模擬宇宙黄金と機械の最終ボスを短期クリア目指してみたいと思います。まあ短期クリアってなるとね、ハードルが高いんで避けていたんですが、結構アベンチュリンが強い感じなので、新キャラで初チャレンジをしてみたいと思います。さて、今回どんな感じでやるのかっていうとこなんですが、サイコロについてはカンパニーのいいこと阿部ちゃんなので相性が絶対いいはずのカンパニーサイコロで攻略をしていきたいと思います。しかもこのサイコロの欠点といえる防御面を阿部ちゃんのスキルで耐えれるはずなので、この耐久値も注目していきたいところですね。どうしてもね、カンパニーサイコロに関しては耐久面では補えない部分がありますので、まあ、そこをね、阿部ちゃんのスキルでどうにかするっていう感じです。今回の目標は最終ボスの短期クリアとしていますが、それとは別でバリア耐久値2万突破を目指して進めていきたいと思います。まあ、耐久値高ければねどうにかなるっていうところもあるので、まあ、せっかくなのでバリア耐久値2万も目指していこうというところですね。ただ道中は火力不足になるので、まあ、読みにねザックザック切ってもらいながら進めていきたいと思います。この点に関してはね、最終ボスまで行きたいので手伝ってもらおうかなと思います。さて、今回使用するアベンチュリンに関してですが、ステータス内について紹介をしたいと思います。レベルに関しては73で、高円錐は生還市場を装備しています。高円錐は特に意味はなく、単純に防御力アップが狙いですね。本当なら火力も上げたいので、2人のコンサートを装備したいんですが、持っていないので、泣く泣く生還を使っています。まあ、持っている方はね、他ので挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。奇跡に関しては通常3、スキル8、必殺6、テンプ7で進めていきたいと思います。テンプレベルとしては、まあ、バリアをしっかりね維持したいのでスキルだけは必ず上げてるっていうとこですね。なのでちょっとダメージは期待ができないかなという感じです。異物に関しては聖騎士と太鼓とサルソットの3つを組み合わせています。少しでも追加攻撃の火力を上げるため太鼓を採用してるっていうところですね。メインステに関してですが、銅とオーナメントは防御力にしています。足は速度ですね。まあ、短期攻略になりますので、速度も重要視しています。速度を上げて安定を取るっていうところですね。ステータスに関してはこんな感じになります。火力面に関して心配はありますが、祝福の数と器物でどうにかできるなっていうのがありますので、バリアを維持することを意識して進めていきたいと思います。レベルがマックスならもうちょっと火力も上げれるかなと思いますが、この状態でも十分通用するかなと思いますので試していきましょう。それでは今回取得していきたい祝福について話していきたいと思います。祝福に関しては防御面が重要になるので、ステータスアップ系や EP 系の取得を中心に進めていきます。まず孫悟の祝福についてはとりあえず全部取っていくっていうところですね。トレイルだけ取ってバリアの性能を上げていくというのが大事です。特にバリアの耐久値アップがあるとバリアの蓄積量が大きく変わるので積極的に取っていきたいところですね。またカンパニーサイコロのパッシブを活かせばバリアの耐久値もアップするので、運命は孫悟にして少しでも耐久値の底上げをするようにしています。またステータスの面で言えば壊滅の繊維で防御力を底上げを狙うのは大事です。壊滅の祝福も獲得する必要は出てきますが、最大で35層も貯めれるので防御力を大きく伸ばすことができます。1つあたり 3% なのでね、結構強いですよね。その他にもステータス面であれば速度を上げたいので順守もしっかり回収したいところです。連続攻撃もできればダメージも稼げますので、このあたりは大事ですね。また今回は短期でボスにチャレンジするので弱点撃破効率も重要視しています。対象となる祝福は虚無の焚き火や愉悦の有害になります。この2つは弱点撃破効率を上げていけるので最高で 95% アップもするのはかなり強いかなと思います。まあ強化をしないといけないというのがありますが、それでも60近くは稼げますので強いですよね。なのでぜひ確保したいところです。これが確保できれば虚数弱点の敵には人生削るで相手の動きを止めることができるので時間稼ぎがしやすくなるという一面が出てきますね。これがね、ほんと大事なんでね、取りに行きたいと思います。あとは、輸液で追加攻撃の性能を伸ばすようにしていけば、ある程度短期用の準備が整うっていう流れですね。
まあ、今回カンパニー時刻を使っているので買えないことはないかなと思いますが、祝福が出るのはランダムなのでこのあたりは運に任せていきたいと思います。それでは最終ボスエリアに到着したので、虚数弱点のあるスウォームを選んで戦っていきたいと思います。これなかったらねどうしようかなと思ってたんですけど、まあ運よく出てきました。で、今回は短期になりますので一旦味方には退場してもらいたいと思います。さあ、これで準備 OK ですね。あとはヒギを使って当たりを引きましょう。あ、取れました。じゃあやっていきましょう。まあ、弱点はつけるんでね、攻撃のタイミングとかバリアしたいかなと思います。じゃあ早速ソングを使っていきましょうか。で、必殺技早速溜まりましたね。まあ、これで追加攻撃ができるようになるかな。あ、できたできた。まあ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 、いいダメージ、いいダメージというかあれだね、どっちかというと人生削りがすごいね。もう早速周り蹴散らせましたね。さあ、ここでステータスですが、耐久値に関しては2万突破してますね。おー、意外と簡単にいったまだね、繊維の方がね2層しかなかったので、これは期待高いですね。じゃあそのまま攻撃していきましょう。一冊技を攻撃すると30万。まあ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 、ダメージとしては十分かなってところですね。ただ連続で30万ポンポン出せるのでこの辺りは強いですね。さあ、シールドなんですけど、今耐久値1万って出てたねいやー、1回で1万か、まあ2回貼り付けだから、まあ2万は確保できるっていうところですね。これはえぐいな。敵の攻撃1回1000ぐらいなので、まあ20回攻撃受けない限りはバリアが剥げることはないっていう状況になってますね。まあそれでも2万はすごいな。さあさあ、ガンガン必殺技使っていきましょう。さあ、これでまず1ゲージ目突破と。さあ、早速ねザコ出てきたんでね、ソングも使っていきましょう。で、その後必殺技ですね。まあでもやっぱ祝福がねしっかり集めてるから必殺技ポンポン使えるのは強いですね。で、今2万2000ですね、耐久値。バリアがねもうちょい伸びそうな気はするんだよね。2万3000とかいくと個人的には嬉しいなというところですね。いいお兄さんですからねまあそれを置いといて、まあでも火力面がねちょっと心配だったんですけど、この辺りは連続の必殺技発動でなんとか補えてるって感じですね。まあ、でも30万いくかいかないかっていうところは際どいです。ただカウンター攻撃に関しても27万とか今出てたので、単体にできれば火力は見込めるかなってところです。まあでもそれよりもやっぱ人生削りが強すぎるね。今の攻撃だけでもう削り切れたので、必殺技2回とカウンター1回っていううまく使えばより楽に剥げるんじゃないかなってことです。まあこれはやっぱ強いね。ただ数が多いとバウンドするんでなかなか削り切れないですが、反撃向きなキャラクターかなっていうところもありますね。さあ、ここで早くもゲージ2つ目も突破ということで、もうちょっと最後になりましたね。さあ、こっからです。敵がねどんどん攻撃してくるんでね、ちょっと気をつけたいです。で、ステータスなんですが、耐久値は2万3000いって、防御力が5000超えかなってなってましたね。ここまで来ればね、あとはミスをしなければ無事いけるんじゃないかっていう感じがしてきたね。さあ、ここで必殺技使いましょう。ちょっと爆発されると辛いんで一番右側ですね。さあ、これで蓄積できました。ですぐカウンターと。あ、ここで誰をやろうかなって感じだね。まあ、ただ前一番左が邪魔っちゃ邪魔だな。ちょっとね油断すると一気に逆転されるんでね、気をつけたいところです。さあ、人生削りうまくやりたい。お、溜まった。あー、ギリいけてないけど来たね、ターン来たから、まあこれはもう左をやるしかないんだよね。よしよしよし。じゃあ次右、通常で結構削れるね
まあでも必殺技で人生削り3分1して止めれるのもほんと強いな。耐久ゲージなんだけどほとんどもう減らないね、見た目ね全く減らないんで、これは楽すぎる。ちょっとね時間はかかるけど、それなりに火力も出てるんでバランスはいいかな。ただね耐久面でねどうしても不安なところがあったんで、短期クリアにおいてはこれは非常にいいのかなと思います。で話してたらもうクリアしちゃいましたね。いやーあっさりと短期クリアです。はい、ということでね、まあ無事クリアというところなんですけど、まあ初めてのチャレンジでカンパニー時刻を使ってやってみたんですが、まあバリア張れてやっぱり攻撃もできる、しかもカウンターの頻度が高いってなると、まあ、短期との相性が高いっていうのもやっぱありそうなんですよね。なんかクラーラに近いなとこの辺りは思いますが、キャラクター的に7日とクラーラを合わせてカウンター特化みたいな感じなので、まあ、その辺りがねすごく面白いキャラだったなと思います。あ、短期クリアはまあアベンチュリンくらいだろうねでやっぱりカンパニー地獄との相性も良かったね。単純に防御力盛りでどうにかなるかなと思ったけど、それなり火力も出てたし攻撃回数も多かったんで、まあ、アベンチュリンでこれぐらいの育成で突破できたので、皆さんもねもしさらにいい異物だったりとか公演性を持ってれば楽しいアベンチュリンが見れるんじゃないかなと思いますので、よければ皆さんもチャレンジしてみてください。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。